あれからある程度掘り進めてはいるんですけれども、なかなか石炭が出ないですね。で、私が欲しいのはね、リンゴとか欲しいんですが、まだ出る様子がないんですよね。まあ、リンゴ1個食ったところで、まあ、あんまりこう、意味はないとは思うが。お、やっと育ってきている。やっと小麦か。小麦っていうかまあ、やっとこう、パンが作れる。で、小麦が取れたんで、種を植えていく。まあ、小麦を取ると、まあ、破壊という言い方もあれですけれども、壊すと、まあ、種が、まあ、1個か2個ぐらいは出るので、それでこう少しずつ増やしていけたらなとは思っていますよ。まあ、徐々に徐々に食料を確保していく。で、確保しきったところでちゃんと体力を回復して、で、まあ、洞窟があれば探索していこうとは思っていますよ。とりあえずね、今最初に作った石のつるはし壊れたんで、もう一個作っていく。あれだな、村人がこう侵入されると困るんですよね。まあ、早めに柵でも作っておきたいとは思うが、ねえ、この辺こう掘り進めているんですけれども全然取れないんですよね。洞窟らしきものにも当たらないという。せめて石炭ぐらいは欲しいぞ。木以外で明かりを灯せるものが欲しいところではあるが。お、石炭ついに発見しました。やったね取っていくぞ。まあ、最悪食料がなければキノコ島に行って、牛とかキノコとか取ってくればいい話なんですが、まあ、今のところこれだけの資源でどこまでできるか試してみたいというのもありますね。とりあえず石炭が順調に入っていく。いいね、これでこう島を一気に照らすことができる。これなら夜作業しても問題はあるまい。こうやってしばらく地下を探索しているので、まあ、あんまり外の様子っていうのはわからないんですよね。さすがにコンパス作るぐらい物は集まらないですよ。あ、鉄もある、素晴らしい。鉄があればね、多少のいろんなバケツとかもろもろ装備、鉄の剣とかいろいろ作れますからね。ふむ、これで全部か。お、上にもある。このね、石炭が取れるこのキピンキピンって音、私好きなんですよね。綺麗な音ですよね。さて、こんなものか。あとはできるだけモンスターがリスポーンしないように明かりを灯しながら帰るぞ。村人たちってね、まあ、パソコンの方だとモッドを入れて働かせるとかいろいろありますが、こうやってのんびり、まあ、特に何をするわけでもなく暮らしていて、ね、楽しいのかねお腹空いたりね、しないのかな、こいつら。羨ましいな、そうなると。お前らだけピース振るか、もしかして敵にもね、ゾンビが狙われないもんな、お前。とか言うなよ。とりあえずエメラルドが溜まれば、この鉄のシャベル、効率と耐久が上がる。素晴らしいな。これが取れるんですよね。これ欲しいな。
さて、あれからマインクラフトの世界で2日分ぐらい経ったんですが、ようやくパンが3個できました。まあ言ってもね、食べても 2.5 しか回復しないんで、食い切ったところでどうだっていうところなんではございますが、まあそれでも体力が回復するならマシかな。ねえ、私ももうこの多分最初リンゴ食ったことはあるかとは思うんですけれども、まあそれ以降何も口にしていないからな。しかも木がほったらかしていると巨木になってしまった。それを忘れていたこの辺のサイズかなと思っていたら急にでかくなりやがって、こう取るのが大変なんですよね。かつ落下ダメージを受けると死んでしまう。ね、ウサギさん、いやウサギさんは狩らないよ貴重なね、あのタンパク源ですが取らないよ。とりあえずこちら、まあこんな感じでゲートを作って村人が入ってこれないようにはしているんですが、まあこの辺まで掘っていてもまだまだ石炭は、まああれ以降出てないんですよね。もちろん鉄も出ておりません。まあぼちぼちカットしながらやるとは思いますが、ちなみに家はこんな感じで、まあそこそこ見た目よく作ってはいます。入るとこんな感じ。まああんまりこうね、物がこう出っ張るのあんまり好きじゃないんで、この作業台とかかまどとかチスト、これは一つ、まあ、一マス下に埋めさせてもらいました。まあ、こんな感じでやってはいきますが、まあ、果たしてまあどれだけカットしているかは分かりませんが、まあ、今後も続けていこうとは思います。では何かできるまでカットしていきましょう。さて、まあ、この辺いろいろ木を植えたり、あとは畑もまあ順調にまあ耕しているんですけれども、まあ、そうやっているうちにやっとパンがまあ十分揃ってきたんで、こうやって体力を回復しました。でいつかはね、まあ、近いうちには船を作って、この周辺がどんなマップかっていうのをまあご紹介したいんですよね。まあ、といってもまあこんな感じのマップなんで、まあ、この地図の範囲内では陸地はほぼない状態ですが、まあ、キノコとか行っていろいろキノコ採取とかやっていきたいなとは思いますが、で洞窟、まあ、いろいろ探してはいるんですけれども、この辺まで行くとね、ちょっとゾンビとか、あと蜘蛛の声も近くなっているんですよね。でこちら、まあ、こうやってどんどん、まあ、私掘り進めているわけですけれども、こうやって進んでいくと、まあ、音を頼りにいろいろやっていたんですが、ほら聞こえるでしょう、いろんな声が。多分この辺近いと思うんですよね。一回ねこの辺スケルトンが降ってきたんですよね。あ、上だな。多分この上が洞窟だと思うんですよね。おや、弓をゲットしたぞ。この辺で多分スケさんやられたのかな。いや降ってきたら怖いな。多分ね、皆さん聞こえてるかな、クモの声が聞こえるんですよね。ほら結構空洞になっているの分かりますかね。多分この上がね、私が言っていた洞窟だと思うんですよ。ほっ、あ、やっぱり、おっとクモがいる。おや、来るかね、この私と戦うというのかね。ハマっているではないか。どうした、その程度か。お、鉄があるな。あれはまたクモかな。いや、クモさんですね。こんにちは。さあ糸をくれ、糸がすごい欲しい。釣りができるからね。そうなると食料手に入りますもんね。ゾンビの声も聞こえる。だが私の松明がなくなった。どうやら今回の探索はここまでのようだ。まあ、次ね、あのいろいろ準備を整えて洞窟探索も、まあ、やっていきたいなとは思います。おや、こちらも進める。だがまだまだ準備が不十分。とりあえずは松明を作って、でいろいろ整えながらやっていこうかなとは思います。ね、いいよね、こうやってなんとか洞窟を見つけることができて、まあ、いろんなモンスターもいるので、そこからドロップしたアイテムでいろいろものが作れたらいいなとは思います。お、糸が2つか。2つあればどうだろう、釣り糸作れるかな。釣り糸っていうか、あの釣り竿かな、あれが作れたらいいとは思うんですけれども。あれから鉄もちょこちょこっと入手をしている状態ではございますが、
お、作れるな。これでできる。いいね、これで魚が釣れる。そうすればね、パン以外の食料を入手できる。やってみようか。ほっ。あ、どうやって引き上げるんだっけしばらくプレイしていないのでなかなか記憶があやふやなところではあるが、ちょっと練習しようか。こうか。違うな、 L2 だな。いや、釣りっていうと昔主釣りとか結構やっていたな。主釣りの64っていうのがありまして、まあ任天堂64のゲームなんですけれども、あれをね結構兄弟でハマってプレイしていたんですよね。まあそんな思い出のある釣り、まあそれ以外の釣りゲーはやったことはないのだが、釣れないぞ。こんなに海がたくさんあるのにまさか魚が釣れないとか、そういうわけではあるまい。よし、ふむ、どうやら引けなかったようだ。ですがね、一匹ぐらいは釣りたい。私のトークが持つかどうかはわからんが、できれば話題が尽きる前に何か魚が欲しいところではあるが、どうなんだろう。PC 版ではね、魚以外でもいろんなこうアップデートありましたもんね。どうした、魚が手に入らないぞ。 L2 で引くので合っているはずだが、なんか泡が見えるけど、あれがこうヒントなのかな。さあ、そろ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 1匹ぐらい来た。よーし、お前も見ていったか。どうだ、あの一応ね、あのこの釣り糸、住民、まあ村人にも、まあ、ひっつけることはできるんですが、そんなかわいそうなことは私はしないぞ。で、鉄ゲッチュで魚を入れる。これで焼き魚、まあ、ちょうどねお腹も若干空いているので、で記念に食うのもありかな。調理した魚、どうした、なんかこう生焼けな気がするぞ。村人よ、新しい食料だ。お前らの目の前で食ってやる。あ、すまん、殴ってしまったこうか。よーし、すまんな村人、別に見せつけるわけではなかったが、とりあえず戻ってくれ申し訳ない。じゃあ今回はこの辺にしましょうかね。次また整えて洞窟探索、もしくは島の探索かな、まあ、どっちかやっていこうとは思います。では今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。